こんにちは、竹花ノートです。この度、映像様主催のイラストコンテストの審査員として好評を担当させていただくことになりました。実は以前からカラーエッジシリーズを愛用していたので、今回のお話をいただいた時はすごく嬉しくてとても光栄でした。さらに今回イラコン開催にあたりメインビジュアルを描かせていただきました。動画ではそのメイキング映像を流しながら映像様からのインタビューに回答させていただこうと思います。今回イラストコンテストのメインビジュアルを作画いただきました。テーマは秋でしたが、どんなお気持ちで作画されましたか？最初にテーマを聞かされた時に正直難しいテーマだと思いました。理由は単純で、秋って〇〇の秋みたいな感じでいろいろな切り取り方があるなぁと感じたからです。なかなかサブテーマを決めきれず悩んだ結果、よし、入れられるだけ全部詰め込もうと開き直りました。食欲の秋、読書の秋、芸術の秋など欲張りセットな感じでありつつ、秋らしい空気感が少しでも伝わればいいなと思います。普段イラスト制作に使用いただいているツールを教えてください。メインモニターは言うまでもなく、映像カラーエッジ CG2420Z、 サブモニターは CX241CN。 こちらは CG2420Z の前に使っていたモニターで、このモニターの使い心地が良かったので同じカラーエッジシリーズを買う決め手になりました。エイサーKG2519。 ペイントソフトはクリップスタジオペイントプロを使っています。ペンタブレットはワコムインティオスプロスモール、ワコムプロペン2を使っています。片手デバイスとかは特に使っていません。愛用のカラーエッジ CG2420Z の使い心地を教えてください。普段からすごく使い心地が良いのですが、印刷物などを扱う際には特にお世話になっています。モニター上と印刷物との発色の差が一般的なモニターと比べて小さく、自分の思った通りの色味で作品を出力できる点が本当に素晴らしいですね。書籍のお仕事をさせていただくことも多いので、モニター上での見え方と実際の印刷物の仕上がりは気にする部分なのですが、プリンターなどで出力をしなくても実際の印刷物に近い発色を確認できるのはとても便利です。また自動キャリブレーション機能も搭載されているため、僕みたいに自分で毎回調整するのはちょっとなーみたいな人でも扱いやすいのではないかなと思います。目も疲れにくく、長時間作業をする上でもとてもありがたいですね。またこれは以前メインで使っていた CX241CN と比べてベゼルがスリムで開放感のあるデザインなのも個人的にはポイント高いです。イラストを描く上でこだわっていることは何ですか？キャラクターや環境を含め細部に意味を持たせることです。特にキャラクターは可愛さや綺麗さを大切にしています。イラストを描いている中で一番楽しい瞬間はいつですか？悩んでいた部分が解決したり、良いアイディアをひらめいたりした瞬間、自分の成長を感じた時は楽しいです。そしてこれは後の話ですが、描いたイラストを見た人が喜んでくれた時がやっぱり一番楽しいですね。作業工程的にはラフをブラッシュアップしながら整えていくのが楽しいです。イラストレーターを目指す人に向けてメッセージをお願いします。僕は本当に何もないところから絵を描く世界に飛び込みました。それは環境だったり偶然だったり、いろいろなことがたまたま噛み合った結果だったと思います。そんな僕が今こうしてイラストレーターになることができたからこそ感じている大切なこと、それは続けることです。嬉しい時も楽しい時も苦しい時も辛い時も続けることだけはやめませんでした。天性の才能がなくても泥臭く努力を積み上げることはできると考えています。だから諦めず、でも無理はせず絵を描き続けていってほしいです。お互いに頑張っていきましょう。僕もまだまだ頑張ります。
現在こちらのイラストコンテストが開催中です。皆さんどんどん応募してください。応募していただいたイラストは1枚1枚竹花ノートが審査させていただきます。イラコンの詳細はこちら概要欄のリンクからご確認ください。大賞受賞者にはなんとカラーエッジのベーシックモデル CS2410 プラスキャリブレーションセンサー、ワコム液晶タブレット、クリップスタジオペイントがプレゼントされます。協賛していただいたクリップスタジオペイント様、ワコム様のおかげでただでさえ豪華な商品がとんでもなく豪華なことになっていますね。さらにインテル様もコンテストを盛り上げるために協賛されています。皆様この豪華商品ゲットを目指してぜひご応募ください。最後まで見てくれてありがとうございました。